私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と、去年生まれた息子のヒロヤ、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸。この3人を育てている兼業主婦だよ。うちの娘は将棋にハマっていて、最近は教室にも通っているんだ。そして今度、子供大会に出ることになったんだけど。水木さん、この間みんなでお茶したからさ、水木さんも割り勘よろしくね。1200円払ってよ。リコさん、割り勘って何の話？私、最近将棋教室のママたちとお茶した覚えないんだけど。だから、水木さんがいない時にお茶したんだってば。なんで参加していないお茶の参加費を求められてるの？うちらって仲間みたいなものじゃん？もしかして水木さんってドケチな人だったの？いや、自分が参加してないお茶の参加費を払えってさすがにおかしいと思うんだけど。水木さんそんなにケチだったら将棋教室に通うのは無理じゃない？うちらそういうのあまり気にしないんだよね。はあ？それと今度の子供将棋教室なんだけどさ、終わった後みんなで打ち上げ的な感じでランチすることになってるでしょ？そうだね。それ、水木さんも漢字ママの一人なんでしょ？あのさ、一人1000円、子供700円のランチとか微妙じゃない？何が微妙なの？だって、せっかくの大会なんだよ。手土産もないの？手土産というか、大会側が参加賞を用意してるでしょ？それに、私たちの打ち上げランチは、教室とは関係ないじゃん。ただ自分たちだけで集まって、みんなで食べようってだけだし。やだやだやだ！てか、漢字ママたちでさ、手土産くらい用意しないよ。それくらいやるのが普通だと思うんだけど。私はやらないよ。だって漢字じゃないもん。そんなに文句を言うなら、リコさんたちは参加しなければいいでしょ。小さい大会の後、みんなでちょっとご飯を食べようねって集まりなのに、さすがにちょっとずうずうしいよ。そんなことないし、水木さんがケチなだけ。そうそう。将棋教室の近くにピザ屋さんがあるでしょ？あるけど。あそこのピザを手土産にしてよ。小さいピザあるでしょ？ 700 円の。あれ、一人一枚ね。ピザ美味しいんだよ。余ったら冷凍できるしね。いらないよ。じゃあ、水木さんの分もちょうだい？いらない人たちの分は私が全部持って帰るからさ。合計で50枚くらい注文してよ。注文しないし、なんで大人10人、子供12人の集まりに50枚もピザ注文するの？小さいサイズとはいえ、そんなのおかしいでしょ。じゃあ、私が注文してあげる。そういう問題じゃないんだけど。リコさんは一言で言うと、割り勘大好きママさんだよ。例えば、相手はコーヒーしか頼んでいないのに、自分のケーキセットや持ち帰りの商品まで割り勘を求めるような人なの。結構厄介な人だなぁとは思っていたけど、なんと、この人本当に50枚のピザを注文しちゃったんだよ。子供将棋大会当日。さあさあさあ、主役は遅れてくるものよ。あれ、リコさん帰ったんじゃなかったの？大会の途中からいなくなってたよね。冷凍庫の整理をしてきたのよ。子供将棋大会の打ち上げに50人分のピザ頼んでおいたから。参加者は22人だし、余るから私が持って帰るね。もうみんなで食べ終わったよ。え？何言ってるの？小さいとはいえピザだよ。しかも参加者のうち12人は子供だし、食べきれるわけないじゃん。それがね、ほら、プロの先生とかも見に来てくれてたでしょ。あとは普通に教室に通ってるおじちゃんおばちゃんとかも来て、参加者がちょうど50人になったんだよ。ちゃんとリコさんの分1枚残してあるからね。お子さんはもう食べたよ。は？よかったね。ピザの分はリコさんが言ってた通り割り勘だけど、プロの先生たちや他の人たちが子供たちのためにって多めに出してくれたの。お得に美味しいピザが食べられて最高だね。ふざけないでよ、私のピザ。だからリコさんの分は残してあるって言ったでしょ。冷凍する分は？そんなものあるわけないでしょ。それとも何、多めに注文してたくさん持って帰るつもりだったの？意地汚いよ。何それ、こうなったら文句つけてやる。みんなの前で騒いでやる。それ脅しのつもり？自分が望んだ通り割り勘なんだし、何が不満なの？あんた性格悪いのよ。そりゃどうも。てか、来て騒ぐのはやめた方がいいと思うけど。何？怖いの？さっきプロの先生たちが来てるって言ったでしょ。確かリコさんってお気に入りの先生がいるよね。
その若手の先生も来てるよ。え、嘘。わがまま言ったことがバレたら嫌われるだろうね。あの先生、マナーとかに結構厳しい先生だし。言わないで。何を？いや、たくさんピザを注文してもどうせみんな食べきれないでしょ。だから私がほとんど持ち帰ろうと思ってたの。みんなで割り勘にすればお得になるでしょ。それ絶対に先生には言わないで。いや、無理じゃない？え？こんなにたくさんのピザ誰が頼んだんだろうって話になって、誰かがリコさんだって言っちゃったし。いや。会場にやってきたリコさんはプロたちの手前、騒げずに引きつった顔をしていたよ。でも相当イライラしたんだろうね。結局帰る時は激怒してドッスンドッスン歩いていたっけ。でもリコさんは相当割り勘が好きみたいだから、私たちもその気持ちを汲んであげることにしたんだよ。リコさん、今日の飲み会の分割り勘で4100円だから。はあ、何言ってるの。ランチの分ならちゃんと払ったでしょ。結局ピザの割り勘分だってちゃんと払ってやったじゃん。それがさ、私たち大人だけで打ち上げしたんだよね。ちょっといいお店に行ったからお会計結構行っちゃった。割り勘よろしくね。はあ、なんで、なんで私が払わないといけないの。あんたらが勝手に飲んだんでしょうが。え、でもリコさんも同じことを言ってたよね。え、私たちって仲間みたいなものなんでしょ。だから参加していない集まりでも割り勘にするのが当たり前なんだよね。リコさん、うちらそういうの気にしないんだよねって言ってたよ。ま、私は気にするからわけのわからない割り勘なんざ一銭も払わないけどね。は？でもそんな大きな金額。え？私は新参者だから今のところ払ったことはないけど、以前から何度も謎の割り勘させてるんでしょ？ 4000 円どころのレベルじゃないって聞いたんだけど。そんなこと誰が言ってたの？言ったらリコさん、その人をいじめるでしょ。当たり前でしょ。ギッタンバッタンにしてやるんだから。それ脅迫じゃないの？警察行く？警察？警察をやめてよ。え？警察に行くのが怖いの？もしかしてリコさん、おとなしいママさんたちには結構強く当たってるんじゃない？え？ビンゴってところかな。私みたいな気の強い人間にもギャーギャー言ってくるような人だもの。そりゃ気の弱いママさんたちならなおさらでしょ。最低だね。違う、私はただ将棋教室を盛り上げようとしただけで。そっか。そう、そうなの。じゃあプロの先生方や教室スタッフさんにもそう伝えておくね。言ったの？というか他の人たちからたくさん苦情が入ってたみたいだよ。リコさんに無理な割り勘を要求されてるってね。で、どうやら調査されていたっぽいよ。いやま、そりゃそうだよね。いくらママ友同士の話とはいえ、将棋教室で知り合ったわけだから、悪いことしてたら将棋教室側も警戒するでしょう。ということで、リコさんは教室のスタッフさんにかなりきつめに叱られたみたいだよ。1ヶ月後。水木さん、こんにちは。あれ、リコさん久しぶり。そういえばここ最近将棋教室で見かけないね。それが、将棋教室から怒られたことを夫に話したら子供に聞かれちゃったみたいで、ママ恥ずかしいことしないでって怒られちゃって。土星論だね。そりゃ自分の母親が変なことしてたら恥ずかしいわな。変なことって、私はただちょっと得しようと思っただけで。それが恥ずかしいんでしょ。自分の旦那さんとか親御さんが得するためにたくさん注文して、その割り勘を他の人に押し付けてたらどう思うの？いや、なんかそう言われるとちょっときついけど。でもさ、うちの子教室で泣いてるんじゃない？え？なんで？だって今まではママと一緒に通ってたのに今は一人でしょ？きっと寂しくて泣いてるんじゃない？夫に私は将棋教室に行くなって言われたんだけどさ、やっぱり子供が泣いてたら行くべきだと思うのよ。いや、むしろのびのび楽しんでるよ。え？だってリコさんって教室の人にやめてって言われてるのに、お子さんの将棋にごちゃごちゃ文句つけたりしてたでしょ。今のは違うみたいな。だって違うと思ったんだもん。でもリコさん将棋ほとんど打てないよね。お子さんはちゃんと打てるけど、リコさんは初心者以下じゃん。なのにギャーギャー騒ぐし、そりゃお子さんも恥ずかしいよね。今はのびのびすごく楽しそうだよ。でも先生は。
あのイケメンなプロの先生は私がいなくなって寂しがってるよね。あの先生に何を求めてるの？てかあんな若くてイケメンの先生がおばさんなんか相手にするわけないでしょ。現実見なよ。それにリコさん既婚者でしょ。でも私は彼のことが。結婚発表見てないの？え？先生、昨日結婚を発表したんだよ。学生時代からお付き合いしている彼女とゴールイン。ちなみに彼女さんはとても綺麗なお嬢様みたいな人で、将棋のアマチュア大会でたくさん優勝してる人だって。は？まずはリコさんも将棋を覚えるところからじゃない？その後、すっかり意気消沈したリコさんは一人で実家に帰ったんだけど、旦那さんやお子さんは大喜び。ギャーギャー騒ぐ人がいなくなって生活しやすくなったってさ。どうも今回結婚した先生にガチ恋してたみたい。完全に干からびてしまっているらしいよ。旦那さんは今がチャンスとばかりに離婚の話を進めているところ。まあこればっかりは仕方ないよね。さて私もヒロヤのお世話をしつつ将棋アプリでポチポチ。ダメだ、難しい。娘は将棋も囲碁もやるんだけど頭の中どうなってるんだろう。にゃにゃまる、助けて。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。